ブックマーク特定のページに挟み込んで使う。プレイヤード奏書のブックマークスピンとは、本の背拍子の上部に直接乗り付けされるか、または背拍子か鼻切れと背の間で接着される、しおりとして使用する、平折りの紐のことを指す。しおり紐、リーボンとも言う。しおり紐スピンと呼ぶのは、日本独自の表現で、英語では一般にブックマーク、ブックマーカーと呼ばれる。スピンは、 製本における専門用語とされているスピンという綴りが当てられることもあるが、日本におけるスピンという言葉の語源は不詳。製本用語で類似する英語にスパインがあるが、これは本の背を刺す語である。英語ではブックマーク、ブックマーカーと呼ぶが形状の異なる。しおり一般も同じ名で呼ばれている。タッセルなどとも呼ばれる。短冊状のしおりと比較すれば、 落ちることがないという利点を持つ。通常は廉価な紐が用いられる。本の対角線よりおよそ5センチメートルほど長い長さを持つ。現代の製本技術では、しおり紐を挿入するための機械があり、本の背の上端に乗り付けされ、紐の裾が本からはみ出さないよう折り込まれる工程が自動的に行われる。上製本では、中元の化粧たちの後、表紙くるみが行われる前に、 背表しか鼻切れと背の間に取り付けが行われる。波成本にしおり紐を取り付ける場合には工程の最初に行う必要があるために天の断裁ができない。天アンカットは三方断裁に比べてコストが高くなり、またしおり紐取り付けのための工賃も必要なためにしおり紐を排して三方断裁し、しおりとしては短冊の紙辺を入れるものが多い。和装本。 大と都寺では、り紐を入れることはなかった。り紐は、洋装本の仕様であり、明治以降になって見られるようになった。なお、和都地本の場合には、造本の関係もあり、通常はスピンをつけることはない。現在使われる意味での文庫本を生み出した。岩波文庫は、り紐付きの造本を行い、後発各社の文庫本もこれを踏襲した。しかし、コストダウンの観点などから、 しおりひもの廃止が進み、岩波文庫も1970年に廃止した。このため長らく、スピンのある文庫本は、新潮文庫のみとなり、同文庫の特徴ともみなされた。スピンの存知は、新潮文庫編集部の積極的な方針による。その後、1985年11月創刊の福武文庫、2007年10月創刊のウェッジ文庫、 2011年1月から発売を開始した星会社文庫、2013年10月総刊の日経文芸文庫などで採用されたものの、いずれも旧刊やここ数年新刊が出ていない状況である。ありがとうございます。